強運の持ち主、藤原道長の大出世の謎と苦悩の晩年。藤原道長といえば、藤原氏の中で最も権力を得た人物として知られていますね。藤原北家の遺伝子を受け継ぐ藤原兼家の五男として生まれたにもかかわらず、藤原氏のトップにまで上り詰めました。道長は源氏物語の登場人物、光源氏のモデルだとする説があり、朝廷内の権力を握る強欲で女性たらしといったイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。今回はそんな道長の半生や豪快エピソード、異例の大出世を遂げた謎に迫ってみましょう。道長の豪快エピソード。道長がどういう人物だったのかを知るエピソードをいくつか紹介したいと思います。道長の父兼家がある日、同じ一族の武の息子と我が子の成長を比較し、息子たちに我が子は彼らの影さえ踏めないと嘆きました。道長の兄たちは父の言葉に黙り込むしかありませんでした。しかし長男より13歳下の道長だけは驚くべき言葉を父に言い放ちます。影など踏まず面を踏んづけてやりますと。道長が20歳の頃、火山天皇や兄たちと平安宮で過ごしていた時のこと。火山天皇の提案で道長たちは真っ暗闇の宮内にある部落殿、神樹殿、大極殿のそれぞれに肝試しに行くことになりました。兄二人は目的地に向かう途中でもののけに遭遇したといい、あまりの恐怖であっさり逃げ帰ってきます。一方道長は唯一目的地にたどり着き、平然とした顔で戻ってきました。さらに周囲を驚かせたのは、大極殿の柱の一部を小刀で削り取り証拠まで見せたこと。道長の賢さ、勇ましさに道長は周囲から一目置かれる存在になりました。それにしても道長の兄たちは情けないと思う人もいるでしょう。しかし平安時代では陰陽師が活躍していたことからもわかる通り、鬼や妖怪などのもののけの存在や呪術などによって人が病にかかったり元気になったり、時には死んでしまうことが信じられていました。大人の男性でも真っ暗闇の中を歩くことを本気で恐れていた時代でした。だとすれば道長はよほど肝が据わっており、冷静かつ賢い人物であることがわかりますね。道長はクールで知的な男子というだけでなく、武芸にも優れていたエピソードがあります。ある日道長が甥のコレチカの屋敷を訪れた時のこと。コレチカから矢の的当てで勝負しようと持ちかけられ、道長はコレチカにあっさり勝利してしまいます。驚くのはこの後のエピソードです。コレチカの家来からもう一勝負と言われ、道長はしぶしぶ承諾します。道長は小声で、道長の家から天皇や妃が出るのなら矢よ当たれと言い、矢を放つと見事的の中心に命中。さらに将来私が摂政や関白になるのなら矢よ当たれと言って矢を射ると再び命中したのです。勝負は言うまでもなく道長の圧勝で幕を閉じました。道長はかなりの自信家ですが、武芸にも優れていることがわかるエピソードですね。しかし後に朝廷トップの太政大臣や摂政の地位につくだけにとどまらず、天皇三代にわたり
娘を嫁がせた一家律三号を実現することになります。まるで道長が口にしたことが予言であったかのように、皮肉にもその片棒を担ぐことになったのは他でもないコレチカでした。道長とコレチカはライバル関係にありました。995年に道長はコレチカを抑えて右大臣になります。するとますますコレチカとの対立が激しくなっていきました。当時を記録した小遊記にはそのことが記されています。7月24日陣の座で道長とコレチカが他の貴族たちを前に激しく口論。7月27日道長とコレチカの弟高家の従者が七条王子で集団乱闘。8月2日高家の従者が道長の随身を殺害。道長は下手人を出さない限り高家の三代停止を要求。8月10日コレチカの外祖父高品の成忠が陰陽師法師を邸宅に招いて道長を呪詛させる。ところがコレチカとの対立はある事件が起きてその関係は一変します。それは火山院盗乱事件。コレチカは自身が通い詰める女性のもとに出入りする男がいると勘違いします。コレチカは弟の高家に命じてその男に向かって矢を射させました。実はその男は出家した火山院だったことが後に明らかになり、コレチカは失脚することになりました。道長はいとも簡単に権力を手に入れることができたのです。実力もさることながら驚くべき強運の持ち主だと言えるのではないでしょうか。源氏物語の本当の作者は紫式部ではなかった？源氏物語といえば、かの有名な紫式部によって貴族の暮らしや男女の愛憎劇を描いた物語で有名ですね。その主人公の光源氏といえば道長をイメージする人も多いでしょうが、実は道長の義父である源高明という説もあります。他にも源氏物語には作者は複数人いた。書いたのは男性、紫式部は道長の愛人だったなど、様々な憶測や仮説を生んできました。中でも作者は男性説であることが注目されています。その根拠とされるのが室町時代に源氏物語を写本した大島本の中の一文です。妊娠3ヶ月ほどで腹が目立ち周囲から気づかれる、生後2ヶ月の赤ん坊が寝返りを打つなどの誤った情報が書かれています。妊娠3ヶ月では腹は目立たないし、生後2ヶ月の赤ん坊は寝返りを打つことはできません。作者が出産を経験した紫式部であるなら、こんな初歩的なミスを犯すことはないでしょう。また源氏物語に出てくる大篳篥という楽器は966年には使われなくなっていました。紫式部が中宮彰子に仕えたのが1005年とされているため、時代が合わないのです。一方源高明は969年のアンナの変が起こるまで第60代醍醐天皇の10番目の御子左大臣として朝廷で権力を握っていました。大篳篥の存在を知り、妊娠期の体の変化や乳児の成長にあまり詳しくない男性である源高明が源氏物語の作者としての可能性が高いという専門家がいます。
南北朝時代に書かれた源氏物語の解説書花海抄によれば、光源氏は左大臣であることが記されていました。当時の左大臣は源高明を指します。つまり光源氏は左大臣、源高明だったのです。そして源高明と源氏物語の内容に共通点が多いことから、源高明の自叙伝ではないかという説が浮上してきたのです。では源高明が源氏物語を書いたとするのなら、なぜ紫式部が作者となる必要があったのでしょうか。実は道長は一条天皇に嫁いだ娘彰子に何としても2子を産ませて、天皇の外戚の立場を強固にしたいと考えていました。そのためには源氏物語が必要だったのです。源高明が源氏物語の作者であることを知っていた、もしくは突き止めた道長は、源高明をうまく丸め込み、彰子に仕えていた紫式部の作としました。そして源氏物語に興味を持つ一条天皇に最新刊を献上する代わりに、彰子のもとへ通わせていたのでしょう。実際に道長の策は成功し、彰子は二人の御子を産み、道長は後の天皇の祖父として朝廷の実権を手中に収めたのです。さらに彰子、天子、医師の三人の娘を一条天皇、三条天皇、五一条天皇の皇后にする一家律三号を成功させました。つまり道長にとって源氏物語は出世の道具だったことがわかります。源氏物語が紫式部のものでないという説は突拍子もないかもしれませんが、道長は武力による争いをすることなく対岸を成就させたのですから、やはり賢い人物だったのでしょうね。道長が恐れたもの。陰陽師、安倍晴明を知る人も多いでしょう。では安倍晴明が道長に仕えていたことは知っているでしょうか。当時の都では魑魅魍魎が漂っていたため、これらを退治する陰陽師は貴族たちにとって身を守る重要な存在でした。道長は同氏族の武やその他の権力者を退けることに成功しましたが、その一方で多くの人から恨みを買っていたと言われています。ここで有名な逸話を紹介しましょう。ある日道長が犬を連れて歩いていたところ、犬が異常なまでに吠え始め、道長の足を止めました。すると安倍晴明が予期していたかのように突然現れ、道長を呪い殺そうとする者がいると伝えます。実行犯は陰陽師道満であると突き止めますが、道長は道満の呪術による仕返しを恐れたため重罪には問いませんでした。道満は道長のいとこ藤原の秋光に依頼されたと白状。秋光は道長にすべての権力を奪われたことを根に持ち、逆恨みしていたのです。秋光の道長への恨みは晩年を過ごす道長を悩ませ続けました。道長が出家後、娘の漢氏、騎士、剣士が立て続けに亡くなります。不幸が連続したことから秋光のたたりだとも言われています。政治家としての道長は冷酷非情な人物ではなかったようです。政敵を倒すことはどの政治家にも避けがたいことでありますが、彼の場合は一旦失脚した政敵を厚遇し、かつ娘を嫁がせたりして彼らの恨みを買わぬように配慮していました。また宰相たちを女房として高級の各所に仕えさせ、
諸々の情報を収集することも彼の常套手段だったようです。そう考えると紫式部はその意味での最小の一人だったのかもしれません。権力を握った道長ですが、政治的には特別優れた功績は残されていません。それは都尉の賊の入校に際しての無策によっても支障されています。しかし国内の政情は安穏であり、代々培われた摂関家の誠意が強固であったため、政界は事なきを得たと言えます。政治よりも道長が最も心を砕いたのは高級政策でした。次々と娘を宮中に入れ、外孫が天皇の座につくことによって不動の地位を築き、かつそれを息子たちに引き継ぎました。道長は35歳の若さですでに病に苦しめられていました。症状から糖尿病や糖尿病の合併症を起こしていたことが推測されています。この世をば我が世とぞ思う望月の欠けたることもなしと思えばという有名な歌を詠んだ絶頂期には、すでに白内障などに悩まされていたと言われています。自分を呪い殺そうとする見えない影に怯え続け、ついには晩年に出家し仏門に入りました。1027年12月、彼が建てた無量寿院の九体阿弥陀仏から引いた糸を手にして生涯を終えました。享年62。欲しいものをすべて手にした道長は華やかな人生を生きた一方で、病や自身が排斥した者たちの恨みによって苦しみながら生涯を終えました。化け物の存在など恐れない勇ましい若者だった道長をここまで追い詰め恐れさせた人間こそが一番怖い存在なのかもしれませんね。さて今回の動画はいかがだったでしょうか。ご意見などコメント欄よりいただけると嬉しいです。またこの動画が興味深いと思われたらチャンネル登録もお願いします。